どうもほうれん草王道です。いや何でもありだな。はい、ということで今日は何をしていくのかと言ったところなんですけども、今この画面にも映っているこのドリームキャラバン、まあイベントは終了しましたって書いてあるんですけども、このキャラバンボックス全然回してないんで、はい、本当に一回も回してないです。まあそうですね、まあ大体500エナジー分ぐらい今回走ったんですけども、まあそれで 42,460 枚のキャラバンメダル、ゲットできたので、回していこうかなというふうに思います。まあ、42,000 ってどれぐらい当たればいい方なんだろうね。まあ大体1万枚で2枚 30% が出るって考えたら8枚出ればいいのかな。まあ最低でも4枚、まあ1万で1枚は欲しいよね最低でもって感じで、まあ最低4枚、最高8枚、まあそれ以上はもう神という感じでやっていこうと思います。餌手が、おー、出た、おー、来た、おー、来た、3枚目、熱ー、うわー。これ絶対後半沼るやん。よし、5枚目、おー、6枚目、なんだ、なんかのご褒美かな。よし、7枚目、よし、8枚目、ラストです。はい、ということでね、キャラバンボックス、まさかの大勝利ということで、30%8 枚ゲットしたので、まあ、それ最後引いて終わろうかなと思います。まずはちょっと一括受け取りで、エナジーどれぐらいもらえるか見ていきましょう。310、そんなもらえるの？めっちゃいいやん。はい、ということでね、30%引いていきましょう。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、よし。はい、まあこれ引いていきましょう。まあ欲しい S ランクは山本佐々木朗希、伊藤博美、上沢とか結構先発陣が多いっすね。はい、おい、流れ星出てる、よかった。いやマジで一人もこれで S ランク出なかったらまずいなって思ってたから、よかった。あとは何枚引けるか、何枚来るかね。いやとりあえず S ランク来てくれてよかった。とりあえず来てくれてよかった。足青2枚引きぐらいしそうだな。なんかいけ、さあ、おお、あ、そうだ、ごめん。今ちょっとふざけて背景消してるんだった。なんかあんま S ランク出ても迫力感ないけどごめんね。辰巳来ました、あざす。はい、ごめん。いや何やってんだよな、何背景消してんのお前って感じだけど、すいません。まあこれはこれでかっこいいでしょ。おお、あと1枚来るかな、来なさそう。ラスト、あ、お、来た、うわー、かぶった。いやー、いいんじゃない、大勝利っしょ。まあいる、いらないとかじゃなくて、とりあえず S ランク3枚入れてくれたってことに感謝しましょう。まあということでこんな感じでした。まあ結果ね、8枚中3枚 S ランク引けたんで、もう確率的にも勝利してるし、もういいこと尽くしでしたね。今日はいいことが起きた次の日は何かが起こるというので、ちょっと明日気を引き締めながら生きていこうと思います。はい、ということで以上、ドリームキャラバンに関する動画でした。はい、チャンネル登録高評価お願いします。バイバイ。コメ読みタイム。はい、ということで、米読みタイム久々だね。もうしばらくやってなかったけど、まあまたやっていこうと思うので、よろしくお願いします。はい、ということで、前回の動画でもらったコメントを読んでいこうと思います。動画投稿無理せず頑張ってください。ありがとう。ほぼ毎日動画見れるの嬉しい。ま？今までの一番の神引き教えてください。一番の神引きか。いや、だけど結構最近になるんだけど、TS 第一弾来てたやん。あの時単発一発目で長川引いたんだけど、あれかな。多分あれが一番プロスピやってる中で痺れた引きだったと思うね。やっぱ単発で、しかも一発目で TS を引くっていう、しかも長川。あれは熱かったね。途中から何事もなかったかのように字幕なくなるのほんと草。バレてたか。いやあれね、半分ぐらいまで頑張ってたんだけどね。途中からちょっとリタイアしたわ。なんか軽い報告系の動画プレイしながらやると見る側も飽きないよね。マジで進まぬ。プロスペースだったらリアタイしながら話すとか。ごもっともです。いやー、その発想はなかったわ。頭固いなー。こんな簡単なことすら思い浮かばないなんて、終わってますね。はい。はい、ということでコメントくれた方々、ありがとうございました。いやー、だけどもっと欲しい。もっともっと欲しいわ、コメント。はい、どんどん書いてください、皆さん。
お願いします。はい、ということでまた明日の動画でお会いしましょう。さようなら。ブッ。